パラドックスポケモン。それは暗いと未来から連れてこられたポケモン。古代のポケモンたちは、まるで獣のような、獰猛さ、荒々しさを残した姿をしており、未来から来たポケモンたちは、環境の変化からなのか、無機質で、どこか近未来を思わせる姿をしている。そんな彼ら、その見た目通り、それぞれが高い種族値を持っているため、これからの対戦で多く見ることになるだろう。そう皆が思っていた矢先。まさかのシーズン1、デキンを食らってしまう。ってことで今回は、そんなデキンを食らってしまったパラドックスポケモンたちの無念を晴らすべく、現代のポケモンたちに代わりに戦ってもらいます。なんというか、やっとちゃんとしたパーティ使うんですね。今までのがちゃんとしたパーティじゃないとでも？そうですが。てか、くだらない話してる間にパーティに触れずに対戦に移っちゃったんだけど。なんで茶番する時間残ってないんですか？台本だって書いたのに。時間ないんでもう台本は無視します。ってことで対戦、よろしくお願いします。お相手の先発はハッサム。こっちは相手の半数以上に有利を取れるサーナイトで。特性トレースでサーナイトがテクニシャンになりましたね。技構成的にあんまり意味なさそうだけどな。タスキ持ってるし、返しのマジカルフレームで倒せないかな？今回の戦術だと、後ろに引くわけにもいかないからな。ってことでここはマジカルフレームで。お相手はバレットパンチ。ここはタスキ持ってるから大丈夫。そしてサーフ号対策に仕込んでた、マジカルフレーム。まさかこんな形で刺さることになるとは。これで数的有利が取れましたね。あとは道連れ覚えてるから、サーナイトより遅いポケモンに出てきてほしいんだけど。出てきたのはマリウリです。マリウリって、ほぼ悪ジェ持ってるよな。さすがにこれ以上は何もできなさそうだな。一応道連れ選んでみたけど。しっかりアクアジェット選んでましたね。まあ、ハッサム倒してくれたし、十分頑張ってくれたでしょ。次はこいつだ。行ってこい、バンギラス。え？霊夢さん。なんでしょう、タイプ相性ってご存知ですか？ご存知ですが、だったらなんで今出したんだよ。力持ちアクアブレイクでバンギラスがブレイクされちまうぞ。バンギラスには弱点保険を持たせてるから、下手に弱点ついた瞬間に高火力イワナダレが飛んでくるってわけよ。火力と耐久を兼ね備えてるからこそできることですね。できればアクジェみたいな火力低い技で弱歩が発動するのが理想なんだけどな。おっと、こちらが先生です。S じゃなく耐久に振ってるのかな？やったぜ。これで被弾を減らしつつ、弱歩発動してマリウリを突破できそう。ダメージ的にも砂ダメ込みで倒せそうですね。命中90なのが怖いが。よしよし、しっかり当てていく。あとは攻撃をしっかり打ち。おぉー。ノーダメ突破。これで余裕を持ってラス1に挑める。最後に出てくるのはオリーバ。これは、今度こそ弱歩の出番じゃないか？さすがに今の状態じゃ一発で倒せないし、攻撃上昇を弱歩だけに頼ると威力足りない気がするから、力を吸い取るで攻撃下げられても大丈夫なように言う前で様子見してみるかな。これで攻撃、素早さが上昇します。これでお相手が攻撃してくれば次のターンで倒せそうだが。お相手殴ってきました。しかも弱点をついてきたから。これで弱点保険発動、次の攻撃、耐えられると思うなよ。いけー。対戦、ありがとうございました。若干運要素で勝ったような気がするけど、弱歩バンギラスをアピールできたのでよし。そういや、またエルレイドがよくわからんもの持ってるんだが、今度は一体どんな方で育成したんだ？高校トリックからの置き土産やおにぎりで起点作りする方。よかった、前回よりはマシな方ですね。マシなだけでエルレイドにやらせるようなものじゃねえだろ。先発はモロバレルの圧に負けたのでゴーグルウルガモス。もうちょっとちゃんとしたキノコの奉仕対策入れようぜ。後ろは弱点が飛び交いそうなバンギラスと、玉エースのボーマンだで。対戦、よろしくお願いします。お相手の先発はキラフロル、完全なる出し負けですね。この対面だとウルガモス何もできねえじゃん。しょうがないからバンギラスに変えるか。ボーマンダはパワージェム飛んでくると受けられなさそうですもんね。その隙には相手はステロを巻いてきます。これでウルガモスが実質的に機能停止しちまったな。まあ、キラフロルってサポートによってて攻撃技が1個しかありません。みたいなやつも結構いるし、そういうやつは大体パワージェムかヘドロウェーブだから、ここは強気の竜の舞で裏のポケモンにも勝てるようにしとこうか。飛んできたのは大地の力なんだけどな。これ結構まずいのでは？でも、弱点保険が発動したんで火力は上がりましたよ。そうだ。次の返しで倒してしまえば裏にもワンチャン攻撃打てるかもしれない。竜の舞も積んだし、これでほとんどのやつワンパンできるでしょ。問題は、S ムフリバンギラスでどこまで抜けるかだが。まずは一発耐えて。結構危ないな。でも、返しの自信で倒せればまだなんとかなるはず。さすがに3段階上昇時。ああ。バンギラス、いいところなしで倒れる。まだだ。後ろに控えてるボーマンダは特性、自信過剰。こいつを餌にして全抜きしてやる。確かに、ここで攻撃を上げれるならまだワンチャンありそうな気がするが、お相手まだテラスタル切ってないから、タクミスった瞬間終わるぞ。それに後ろのウルガモスはステロのせいでろくに動けないので、ここで決めきらないと一瞬で勝負がついてしまいます。
まずはドラゴンクロウでキラフロルを倒して攻撃1段階上昇。お次のポケモンはブロロロームです。こっちに有効だないけど、どうすんだこれ。ボーマンだって結構自信搭載してるイメージがあると思うし、ここでブロロロームが出てくるのはおかしいような気がするんだよな。飛行テラスタル来そうだけど、それ読みで打てる技もないし、どっちにも等倍で入るか見砕くにしておこうかと。ここでお相手テラスタル。もしやこれ読み通りなんじゃ。読みは正解でしたね。てか、その読みができるなら、飛行テラスダブルウィング打っとけばよかったのでは。確かに、そっちの方がダメージ出ますね。もしかして、私やらかした。そうだな。いや、この攻撃耐えればまだチャンスは。あ、タクミスさえなければまだあった試合だったな。そう、どうにかしてやり直しできないのか。無理だろ、過去に戻れるわけでもあるまいし。過去に戻る？そうか。今からエリアゼロのタイムマシン使って今のバトルやり直してきます。頑張って止めたやつ直しに行こうとしててくさ。